その深海っていうのは、まあ、ほとんどが冷たくて暗くて水圧の高いつまんない世界ですなんですが時々びっくりするぐらい生物にあふれたもう砂漠の中に突如現れたラスベガスみたいな環境があります皆さんこんにちは深海エクスプローラーラの高井健です今日は深海に関する質問にお答えします This is 深海サポート はい、最初の質問はポテト大森さんからいただきました。深海という特殊な環境に一番適応して繁栄している生物は何ですか？水深数百メートルまではいろんな生物いますね。ねまあ、深海魚もいるし、だけど500メートルからこう下がってくるとどん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 やっぱり生物の種類が減っていきます。 で実は5 0 0ルから3 0 0 0ルぐらいの深海にブイブイ言わしている生物がいるんですがそれは何かというとクモヒトデという5本指みたいなあのヒトデの仲間がいて。もう日本の 沿岸のその五百メートルから三千メートルの深海の。ずっと帯状に高密度に生息していると言われています。実際、私が深海で潜った時に、あれが。日本の周りの深海を帯状でこう取り囲んでいると考えただけで。何トンの蜘一人がいるんだと思うぐらい。すごいいます。まあ、五千メートルを超える、あるいは、それより深い超深海。 場所でそれまではそんなにパッとしなかった地味な子だったんですけど急に 5,000m6,000m を超えるとブイユイワス生物がいてそれはナマコなんですだからナマコこそ超深海のラオウって僕は呼んでるんですけど全体の生物量は減るんですよだけど比率ですねあのそこで見られる生物の中でどれがどれぐらい占めてるかというと 500m から 3,000m ではヒト人で。 さらにその下行くとクイグイこう生化く学く、そういった無脊椎の底生動物ですね。実際のところは本当に上から水の中をポロポロ落ちてくるものを待っているというよりは、実はこの海溝の斜面っていうのはなだれ、地すべりがめちゃくちゃ起きるんですよ。実は彼らが待ってんのはポロポロ落ちてくるものだけじゃなくて、地すべりでボロボロにこう流れ込んでくる泥。 それを待っっってててるうのもあっておそらくそういったものに適応しているのがクモヒトデだとかナマコじゃないかというのがありまして皆さんのあまり知らなかった生物として紹介させていただきました私は何を研究しているかといいますと深海に生息する主にまあ微生物とかまあ大きな生物ですねそういった生態系 これを僕たちは暗暗のののの生生態態系系と呼んでるんででいるすすけどその暗黒の生態系の研究をしていますで主に僕が使う方法はこの有人潜水船に乗り込んで自分の体を深海に持って行って直接深海を見て物を取ってそこにいる生物だとか微生物を研究するそういうやり方で研究をしています。 はい、では次の質問に行きたいと思います T さん深海で見つかった生物の中でびっくりするような面白い生態を持っている生物がいたらどんな感じなのか教えてほしいですと。その深海っていうのはまあ、ほとんどが冷たくて暗くて水圧の高いつまんない世界ですなんですが時々 びっくりするぐらい生物にあふれたもう砂漠の中に突如現れたラススベガスみたいな環境があります。それが深海熱水噴出口深海熱水域と言われる場所で火山の近くに温泉が湧いているあれがですね深海の何千メートルも下に起きている場所だと考えてください。あの深海のラススベガスですね、には、 太陽のエネルギーは来ないけど地球の内部から熱水を通じてエネルギーが湧き上がっている場所がありますそういうところに面白い生態を持っている生物がいます一番その生態中身が面白い生物は何かと言いますとこのスケーリーフット、えー、ウロコ船タマガイと言われる貝ですインド洋の、えー、深海熱水域 に見つかった貝でまず見た目ですごいのがこの真っ黒これは硫化鉄という結晶が自分の体を覆っているということになりますでこの硫化鉄は結構硬いので、まあ、最初に見つかった時はこの硫化鉄の鎧をまとった貝として、えー、びっくりされたというのが一つですもう一つはですね、まあ、ここに頭片つむりの頭みたいなのがあってですね これが片つむ理由で言うと足になりますね。この足がですね、トゲトゲしたもので覆われている。これ鱗なんですけれども、その鱗で覆われた巻貝というのもこの貝が初めてでした。で、この鱗で覆われていることも珍しいんですけれども、その鱗も先ほど言ったように金属の鎧で覆われている。 ここのののテテカテカの金属光沢このライトを当てるとですね電流が発生します、えー、明らかにまあ,あの太陽電池の材料とよく似ていてですね、えー、使えるんですけどもちろん彼らは深海にいるから太陽の光に当たって発電してるわけじゃないんですよ。ないんですけどそういった彼らの持ってる機能がもしかすると将来的には太陽光発電に使えたりするかもしれない。 私の個人的な、えー、びっくりするような面白い生態を持つ生,、えー、生物の一押しが、えー、先ほど紹介しましたスケーリフトとという巻貝であると次はミヤさんから頂い,いた質問で深海の微生物の特徴から人間をはじめとするさまざまな生物の始まり進化の過程が感じられる点ってありますかと。この深海で水に住んでいる 微生物の持っている能力ですね。ゲノムって我々にも持ってるんですけど、dna の集まりですね。実は深海熱水にいるような微生物はめちゃくちゃちっちゃいんですよ。ゲノムが。基本的に進化すればするほど情報をた蓄えていきますので、ゲノムの大きさは大きくなるんですが、やはり深海熱水とかにいる微生物はゲノムがちっちゃい。すなわちシンプル単純そこから始まったんじゃないかみたいなことが見えます。あとはその。 太陽の光ではなくて地球の内部の熱エネルギーでなんとかやりくりする能力を持っているそういった点などを合わせますとやはり古い深海の熱水口で今生きている生物たちの生き方そのものがまさにこの地球で最初に生まれて一番単純な生物を表してるんじゃないかということは感じることができる やっぱり当時の地球っていうのは陸がなかったすなわち陸上でその生命を誕生させようにも陸のその比率がなかったからあんまりそういう場所がなかったあるいは隕石がどんどんん落ちてきてきその表面にいるとでですすすすねぐぐ死ぬんですよ何場作ってもすぐ消え去るところがその隕石は海の深海までは到達しないから深海っていうのはめちゃくちゃ安全な場所だったんですね。その 要するに場所としての良さとそこに住んでいる生物の仕組みの単純さその2つが合わさって今深海熱水溝にこの地球の生命が誕生したんじゃないかということが分かってきたんですね。次の質問はジュウキさん深海の生物は途中から深海に向かったのかそれとも深海にいて ここに残ったのかとこれは両方いておかしくないんですね深海っていうのは地球の老化現象シワみたいなもんですからどちらかというと古い時代にはそんなに深い海はなかったんですよ超深海と呼ばれる水深6000メートルより深い海の底だったり水の中これはまあほとんどが海溝と呼ばれる、えー、こうですねプレートとプレートが ぶつかり合って片っぽが片っぽの下に沈み込んでその時に引きずり込まれていく引きずり込まれることで深くなる実はこれは地球がですね成長進化する上で欠かせない昔はこんな海溝とかなかったんですよだから今のマリアナ海溝とか超深いところにいるやつはあれどっちにしろアダプテーション適応しないといけないんですよね なかったんだから昔は普通の深海には両方いてるやつがいると思うんですけど超深海については地球の老化とともによってできた新しい環境に生物が進出していったということは間違いなく言えると思います次の質問は SS さん宇宙には海がある惑星があると聞いたことがありますそこにも微生物はいると思いますかと もうイエスしかないですね。あのいるんですよ。だけれどもまだ証明はされてません。だけれどもいると信じるに足る非常に多くのまあ直接的証拠ではなくて間接的証拠があるということになります。宇宙には海がある惑星。現在でもあ10個を超えるまあ惑星というよりはこれは衛星なんですけど。 どちらかというと土星とかっていうのが惑星でその土星の周りに回っている20個ぐらい月があるんですけどあるいは木星木星の周りに20個ぐらい回っている月があるんですけどその月のような衛星に海があると考えられています。地球ののののようにに表表面面を水がが覆覆っってててているのでははなく氷氷そ下 まああの地球のこのひょ陸上とかで起きている火山活動のようなものが起きて、えー、熱水が湧いてその熱水が海を作って海があるというふうに考えている水があるっていう海じゃなくて海があるっていう言い方はもうすでにそこに深海熱水がセットメニューになって必ずついてくるんですよ。 地球の深海熱水がめちゃくちゃ特殊なんじゃなくて基本的に水と岩石が熱が加わってできた出汁なんで地球の熱水はにも特別なもんじゃなくてラーメンの作り方と一緒で水と出汁と熱なんです。他の衛星だろうが惑星だろうが同じように出汁が出ます。多少出汁の味が変わるんで好みはあると思いますけれども基本的には同じです。ですから他の衛星に 海があるそこには深海熱水があるということなのでその出来方も地球と同じということで地球の深海熱水で生命が生まれたんならそういった衛星にも必ず生命が生まれるだろうしそこに生息する微生物はおそらくっていうかまあ必ずですね僕は必ずと思ってますけどいるというふうに考えられるということになります。ただし 地球は微生物だけじゃなくていっぱい大きな生物とかめちゃくちゃ十億種類ぐらいの生物がいますがじゃあその氷衛星に微生物がいて進化して大きな生物になれたのかということはまた別問題なんですねあの微生物を生み出すまでは比較的各衛星惑星同じだと思うんですけど そこからの進化の仕方は各衛星それぞれのストーリーになってきますなので微生物はしかしその微生物以上の生物はいるかと言われると今のところは非常に可能性が低い。これが僕の答えになりますえ次の質問は、えー、石田学さんからいただきましたもし一週間ずっと潜っていらっしゃるとしたらどういうルートで探索されますかと今の 友人潜水船こういうやつですねは8時間です8時間労働日の出とともに準備をして日の入りの前に上がらないといけないのでまあ,あの実際には中に入るのが8時間で海底は実際には3時間とか4時間とかその程度ですまあ大体こういう乗り物のスピードって早歩きとか 自転車ゆっくりぐらいのスピードですそれでまあ例えば一週間って考えるとまあ大した距離いけないっちゃいけないんですよねしかも陸上に比べて深海はそんなに急激に変わりませんよね環境がだから一週間いたとしてもルートで新しいことができるかちょっとあんまりできないなっていうのが僕の意見ですむしろ何がいいかというと 今までの研究って、現地数時間なんですよ。で、深くなればなるほど、現地数時間が短くなっていって、あのマリアナ海溝の底にたどり着いた人間っていうのは。まあ、今のところ8名かな。だいぶ増えたんですよね。でも、その8名って、行って帰ってきただけなんですよ。実は僕たち、まあ、行ってはいないんだけど、あの、こう、光フ,ファイバーでつないだ。 探査機を走らせたことがあるんですけど、やっぱ走ったらめっちゃあのいろんなことわかるんです。要するにマニアル開口って言っても、めちゃくちゃ広いのにピンポイントで数メートルしか見なかったら、これ見たことに果たしてなるのかということなんです。マニアル外交はあんま変わらんだろう。っていうことだったら変わらないんですけど、実は走ってみたら？結構。 微妙な差があるっていうことが分かったのでそういう意味では一週間あればもう綿密に調査できる面積が稼げるだからどこどこのルート行きたいというよりはずっと調査してられるっていうメリットはすごいあるなというのがこれに対する答えになりますねパフ・ハフルさん地層を調べると時代が分かったりしますが深海を調べると 何がわかるのですかと深海調査で主に調べることは何ですかと実は日本は国土の面積はちっちゃいですけどこの排他的経済的,経済的水域 EZ はですね世界の第6位になりますじゃあ水深5000メートル以上の海を保有している国で 世界で一番多い国はどこかというとこれはぶっちぎり日本になります。日本の持っている深海の量ですねは世界で一番の国なんです。ということは日本っていう国に住んでる我々はですねその深海のことを研究しなきゃいけないし世界で一番保有してるわけですからある意味世界で一番ちゃんと研究しなきゃいけない、まあ、義務というかがあるとます。 思いますなので、えー、我々の研究所なんかでは、えーとまあ、地質これは地震とかにも関係しますから、えー、この前の東北大、えー、沖地震もそうですけれどもあれは一番深いところが動いたことによって起きた地震ですけれどもそういったことも調べないといけないし温暖化してるっていうことがよく言われていますね。 二酸化炭素を吸収してて海が抑えてるんですけれども大気中の二酸化炭素は簡単に測れますけれども海の中に溶けている二酸化炭素の量なんかもずっとちゃんと計測しないといけないしさらに表面で溶けたものがどうやって深海に運ばれるそういうのを全部調べないといけない。ということで実は地球の環境の未来っていうのも深海で測定しないといけません。 ささらにに皆さん最近あのプラスチック問題が問題題がなってますね実はプラスチックはですね海にものすごく流れていってしかもその海の底にどん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 溜まっていってるんですね。でおそらくあと数十年で海に沈んだプラスチックの量が海の生物を超えると言われているそういったものも本当にそうなのかってことを調べないといけません。ここのの地球で起きてているるとを知るためには 深海で起きていることを知らない,知らないといけないこの地球を知るすべてのことを知るために我々は研究しているということになります長いことお付き合いいただきありがとうございました、まあ、少しでも皆さんの持っている疑問に答えられてそして皆さんのあの興味が喚起されたことであればとても嬉しいと思いますありがとうございました